どうもこんにちは、松井塾の松井です。そしたら消費と生産という形になるわけなんですけれども、消費と生産、サービスとソフト、皆さん覚えておいてください。サービス、形のないもののことをサービスと言います。具体的な例で皆さんの要するに日常の身の回りであると、運送業と塾だと思っておいてください。運送業と塾という形になります。例えば、ゴルフクラブを要するに、送りたいなとか、なんか要するに荷物を先に、送っておきたいなっていう時に、ヤマト運輸さん使いますよね。ヤマト運輸じゃなくても、佐川急便でも何でもいいんですけれども、こういう風な時に対して、運送を使いますよとか、そういう風な形。それをサービス、形のないものという形になります。塾なんかもそうですね。ちゃんと要するに、まあ、松井塾で塾受けましたって言っても、別に手元に、外に出ていく時にですね、何か、出て持っているってことはないです。脳みその中に情報を叩き込むっていうだけの話になります。だから、ここでポイントになってくるのは、サービスって何ですか？形のないものだよってことです。そしてソフト。まあ皆さんが、一番馴染みが深いって言ったら、アプリとかで考えるとわかりやすいですね。TikTok とかね、Twitter とか Facebook とか、あれは無料で使えるソフトになりますけれども、まあ、有料で使うソフトもありますよね。なんですか？ゲーム機とか。ゲーム機の要するに、ゲームとか。そういう風な形になった場合に関しては、知識や情報を商品化したもの、これをソフトという風な形になります。さあ、サービスもう一度言いますが、形のないもの、運送や塾なんかの要するに提供しているものをサービスと、ソフトっていうのは、スマホに中に入っているアプリケーション、こういうのは要するに全部ソフトに分類されますよ、という風な形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。